例えば誰かと出会って自分と違う考え方に触れた時、どうしてこの人はこう考えるんだろうって理解しようとすることが大事で、つまりその人の中に流れているものを知ることが大事なのかなって。で、自分にとってはキリスト教学はそういうことのヒントになるっていうか、すいません、あまりまとまってないです。はい、ありがとうございます。ではこの辺にしておきましょう。最終レポートは本授業を受けての皆さんなりの考えをまとめてください。あ、リさん、リさん、あ、お疲れ。あげる。ありがとう。ありがとう。上映会今日だっけ？そう。来てね。バイバイ、お疲れ。なにこれ。え、そのつけちょっと邪魔やな、やっぱ。ちょ、向こうも出てくれるそれ。はい。お前が動けるじゃん。いい、俺も可愛い系やから。会場しないの？いや、するけどさ。おい、新平、そろそろ開けるよ。ちょっと待って。彩香ちゃんのだ。どうしてここに？全部夢だったとか。貴様、俺の測るから逃げるのだ。待て、今なるか貴様。我々警察部は現在ある事件の処理に追われている。さまざまな噂が国営省内外で飛び交っているが、どれも信憑性に欠ける。たかが民衆のざれ言だ。かなりこのままでも軽度よね。え、花火ってこの姿を楽しむものじゃん。でも終わる時って秘密じゃない？だからだと思う。花火をすぐ消したくなるのは。もう次花火やるときはもうちょっと長い時間花火してもいいかなって思った。本日はご来場いただきありがとうございます。4本目の作品を監督しました野村と申します。そういえば野村さん、卒生の脚本って進んでるんですか？ほぼできた。気合入ってるね。俺撮影呼ばれます？いや、それはもうぜひお願いします。絶対行きます。どこで撮影するんですか？あ、茨城にあるばあちゃんが住んでた家使いたいんだよね。合宿ですか？え、めっちゃ楽しみ。ピザ来ました。お願いします。いや、俺も結構やばい。ありがとうございます。開けましょう。開けるか。何ピザだと
どうも。お疲れ。今日も来てくださってありがとうございました。うん、打ち上げしてるんでよかったら。いや、遠慮しとくよ。あの、ウィリアムズさん。え？あ、すいません、あの、先輩のお名前知らないから。びっくりした。いきなり銅像に話しかけたのかと思った。違います違います。なんでみんな俺のことをウィリアムズさんって呼ぶの？多分おひげの感じが。安直だな。何？前から気になってたんですけど、どうしていつも上映見に来てくれるんですか？どうしてかな。驚きたいからかな。驚き。君は自分の作品撮らないの？撮りたいなとは思うんですけど、じゃあお前は一体何を撮りたいんだって聞かれたら分かんなくて。そう聞かれるのが怖いの？全然話違うけどさ、ウィリアムズ像がどうして右手をポケットに入れてるか知ってる？いや、知りません。あげる。これ置いてった。新平帰った？あ、ちょっと前に帰ったと思います。今から約150年前、長崎に入港した米国軍艦ジャーマンタウン号の甲板に立って、緑深い山々を仰いでいる小柄な青年がありました。この人こそ、現在の立教学院の前身となった立教学校を創設したチャニング・ムーア・ウィリアムズです。長い鎖国の眠りから覚め、日本政府がキリシタン禁止令を撤廃すると、ウィリアムズは直ちに東京に出て伝道活動を開始し、立教学校をはじめとするいくつかの学校を開きました。ウィリアムズ主教は学生と生活を共にしましたが、ある日、一人の学生が自分の部屋の日当たりが悪く、不衛生であると苦情を訴えました。すると主教は翌日、彼の荷物を2階の南側にある自分の部屋へ移し、自分はその学生の部屋に引っ越したのでした。驚いて詫びる学生に対して、心配いりません。私の都合でこうしました。私は部屋では寝るだけですが、
あなた方学生は勉強のために多くの時間部屋におりますから、日の光や良い空気を望むのは当然です、と言いました。学生たちは皆、主教の深い思いやりに心打たれたということです。ウィリアムズ主教の帰国を伝え聞いて、埠頭へ見送りに来た数人の人々は、白髪白髭を春風になびかせた老主教が遠ざかる船の上で、神の祝福が愛する日本の上にあらんことをと祈る姿を目にし、涙のとどまるところを知らなかったのです。あ、すいません。352号室の和田くんにスマホ返したくて。忘れちゃったの？そうなんです。昨日打ち上げで置いてっちゃったんですよ。あららら。ウィリアムズ主教は毎週日曜日、朝早くから立教学院講堂にて礼拝と説教、それから大橋に行かれ、11時よりお祈りと説教、2時からまた午後のお祈りと説教、その後浅草と神田を回り、夜の礼拝と説教を務められ、日付が変わる頃にようやく築地へお戻りになりました。車に乗られたことは一度もなく、夏でも冬でも雨でも雪でも歩いて行かれました。主教の並々ならぬ精力は、伝道に対する熱心さから生まれるものであろうと、人々は皆敬服していました。